そのゲームは地元でイカゲームと呼ばれた。なんならこのゲームはイカのゲームだ。うちは貧乏だ。大したアサリも持ってないし、家もない。このままだとなんか毎日が退屈で飽き飽きしちゃうな。何かいいことないかな。アサリ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 だ。やった、1個落ちてたぞ。よし、これで一発逆転を狙おう。しまった、始まった。どっちが勝つ？頑張れ。いけるか。うわあ、勝てなかった。刺し切れなかった。悔しい。負けた。なんだこの人、今なんか急に現れてどうした？一発逆転の手がある？それは気になるな。なんか怪しそうだけど、ちょっと行ってみようかな。え？どこ？どこここ？気づいたら眠ってしまっていて、知らない人もいるぞ。おい、悪い人、ここはどこだ？なんでこんなところに連れてきたんだ？何？最後まで生き残るとアサリをたくさんもらえるって？一発逆転だ。てか、なんでこの人、お面かぶってるんだ？はい、始まりました。だるまさんが転んだ始まりました。この主催が振り向いた時に止まってないといけません。さっきはだるまさんが転んだ、危ない。最初みんな様子見で動きません。あ、ひでおさんが下名前が韓国っぽい名前。みんな危ない。やられちゃった、ボーイ。早速犠牲者が。あ、だるまさんが転んで、怖い。大丈夫か。なんか動いてる。ヒレオしか生きてない。頑張れ。ヒレオ頑張れ。やばい。大丈夫だ。すごい。危ない。うまい。危ない。だるまさんが。おー、抜けたー、セーフだー。